フノワ・マンデルブロは、フランスの数学者、経済学者、パシフィック・ノース・ウェスト国立研究所フェロー、IBM ・トーマス・ J ・ワトソン研究所名誉、フェロー、イエール大学名誉教授。フラクタルを導入したことで著名である。本人は、ブーミエム、ダルバットと発音していたが、日本では文献により、弁は、または、マンデルブロと書いているところも多い。マンデルブロは、 ポーランドのワルシャワで、リトアニア系ユダヤ人の家庭に生まれた。家系はリトアニアからの移民であった。ブノワが11歳の時、ポーランドの政治的背景から、一家はフランスに移住した。戦争が近づく中、一家はブノワの教育課程が終了するまでフランスに泊まった。ブノワの家庭は大変教育熱心で、彼は医師である母の二人のおじから、数学の教育を受けた。 シューレム・マンデルブロはパリで著名な数学者であった。父は衣服の流通で生計を立てていた。マンデルブロは第二次世界大戦開戦前に一家でチュールに引っ越すまでパリのリセロランに通学していた。1944年彼は再びパリに戻り、1945年から1947年に掛け高等教育機関、エコールポリテクニークに在籍。 ガストン・ジュリアとポール・レビに支持した。その後2年間はアメリカ合衆国のカリフォルニア工科大学にて航空工学を学んだ。その後再びフランスに戻り、1952年にパリ大学にて数学の博士号を取得した。1949年から1957年にかけてはフランス国立科学研究センターの研究員として働いた。この間、 彼は、ジョン・フォン・ノイマンに講演され、ニュージャージー州のプリンストン高等研究所に在籍した。1955年、マンデルブロは結婚し、ジュネーブに転居、さらにリールに引っ越した。1958年、夫妻はアメリカ合衆国に移住、ニューヨーク州ヨークタウンハイツにある IBM のトーマス・ J ・ワトソン研究所に研究員として就職した。 その後 IBM で32年間働き、後にフェローを、さらに名誉フェローになった。1951年からマンデルブロは数学だけでなく、経済学、流体力学や情報理論の研究と論文発表を行った。これらの研究の結果、彼は長距離秩序と自己掃除という二つの研究テーマを選んだ。マンデルブロは金融市場の価格変動が、 正規分布ではなく、理論的には、分散が無限大である安定分布に従っている、ことを発見した。彼は一例として、免課の価格はパラメータが2の正規分布よりも、パラメータアルファが1.7の安定分布に従う、ことを突き止めた。1975年、マンデルグロは一連の図形を表現するために、フラクタルという概念を考案し、 1977年に、レア・ブジェ・フラクテルズ、フォルム・ハッサード・イ・ディメンションという論文で発表した。1979年、ハーバード大学数学科の客員教授として勤務している間、マンデルグロは重点ジュリア集合についての研究を始めた。マンデルグロはコンピュータを使って、数式、Z に μ のイメージを得た。重点ジュリア集合の位相が、 複素パラメータミューにどう依存するかを調べる過程で、後に彼にちなんで名前が付けられることとなるマンデルブロ集合について研究した。1982年、マンデルブロは自身の理論を拡張し、フラクタル機科学として発表した。この論文の影響により、マンデルブロの理論は一般的な数学と専門的な分野の両方で主流となった。 1987年には IBM を退職。マンデルブロはイエール大学の数学科に加わった。2005年にはこの職を退職。同時に数学科の名誉教授となった。2010年10月14日水岸のために療養中のケンブリッジのホスピスで死去。85歳没。ありがとうございます。